どうも皆さんこんにちは。ミステリー作家の七尾よしです。はい、今日もね、新作映画1本ご紹介したいと思います。ということで、アリバイ .com2 ウェディングミッション。こちらは現在開催中の未体験ゾーンの映画たち2024にラインナップされている1本となります。先日僕の動画で、未体験ゾーンの映画たち2024の、前作24作品を一挙紹介した動画をアップしているので、皆さんぜひそちらもチェックしてみてください。簡単に言えばね、この未体験ゾーンの映画たちっていう映画企画なんですけど、簡単に言えば様々な理由で日本公開が見送られた世界各国の改作・奇作が1週間限定でヒューマントラストシネマ渋谷とか、あとシネリーブル梅田で開催される、毎年開催される恒例の企画となっています。だいたい2ヶ月間の間開催されるんですけど、全部で24作品も公開されるんですね。昔はね、70作品ぐらいやったんですけど、最近はね、20作品ちょっと超えるぐらい。ジャンルもホラーやサスペンス、SF、ラブコメ、戦争など様々です。全体的に低予算っぽいんだけど、中には大物役者も顔を出していたりするんですね。でね、これ宣伝、予告編がすごくうまいのか、なんかどの映画もとても面白そうに見えるんだけど、実際はね、金ドブ映画がほとんどなんですよ。ほんとゴミとかクソとかね、なんじゃこりゃみたいな映画がほとんどなんですよ。でもたまに掘り出し物的な傑作が紛れ込んでいるので、アドレナリンじゃなくて侮れません。先日高橋良樹さんや寺澤ホークさんのスペシャルトークショーにも行ってきました。この手の未体験ゾーンの映画たちみたいな映画って、映画本編よりも鑑賞もしてないのにああだこうだ茶化すのが面白いんですよね。で、公開されているのが劇場公開されているのが、東京と大阪都心部の映画館だけなので、地方の方は劇場鑑賞はできないんですけども、大体ね、これ1週間限定上映なんですよ。この1週間限定上映が終わるとすぐに U-NEXT で配信されるそうです。で、配信されてもですね、視聴料金は1200円と、ちょっとお高い気がするっていうか、もうほとんどね、劇場鑑賞料金とは変わらないんだけど、劇場鑑賞料金はもうちょっと高いのかな、もうちょっと高いんですけども、交通費がかかって移動時間も取られますからね、劇場鑑賞だと。お家でね、そんな対策ってわけでもないんで、気になった作品を自宅でね、お家でサクッと鑑賞するのもいいんじゃないかなと思います。金ドブ映画が多いので、わざわざね、劇場まで足を運ぶほどではないんですよ。で、僕もね、今回今年の未体験ゾーンはこのアリバイ .com2 しか見ていないんですけど、今後気になる作品があったら見るかもしれません。というわけで、前置きが長くなってしまいました。本作ですけども、今回はね、続編となります。1作目は未体験ゾーンの映画たち2018にて上映されました。今からもう6年前ですね。フィリップ・ラ・ショーが監督、脚本、主演を務めている。フィリップ・ラ・ショーといえば、僕はね、見たことがないんですけど、フランス版シティ・ハンターでも監督、脚本、主演を務めてましたし、あと最近だとね、これも見てないんですが、バッドマン、史上最低のスーパーヒーローも監督、脚本、主演をね、手掛けていて、こちらも結構ね、見た方たちの評価見ると、かなりね、高評価なんですよ。で、フィリップ・ラ・ショー、主演も務めている、イケメン俳優さんで、43歳のイケメン俳優さんで、監督も脚本もこなすんですよね。すごいですよ。ジャンルはポスターからも分かる通り、もうガチなね、ドタバタコメディですね。フランス本国でも3週連続ナンバーワンの大ヒットということで、フランスでもね、大人気シリーズのようなんですけども、日本ではどういうわけか未体験ゾーン扱いなんですね。実はこのアリバイ .com パート1をまだ見ていなかったので、事前に鑑賞しておきました。
1作目は Amazon プライムの見放題で配信されているので、会員の方は追加料金がかかりません。気になる方はね、ぜひね、まず1作目アリバイ .com アマプラで見たらいかがでしょうか。というわけで、この今回はね、アリバイ .com2 ウェディングミッションの評価をするわけですけども、まずは評価額をつけたいと思います。大人の映画鑑賞料金2000円を上限に、この映画にならいくらまで出せるかということで評価額をつけたいと思います。映画アリバイ .com2 ウェディングミッション、評価額はズバリ1600円。優秀作。いや、去年もそうだったんだけど、1月はね、優秀な作品というか結構面白い作品多いですね。まだ1月だけど、今月だけでもね、優秀作おすすめマークを貼ってしまうような作品いくつか出てますからね。いやー、このねアリバイ .com2、 いや、ものすごく面白かったですよ。未体験ゾーン扱いするにはね、ちょっともったいないなと思うんですね。これもうレギュラーとして全国ロードショーにしてもいいんじゃないかなと思うんですよ。といっても、まあ、今回の未体験ゾーンでも目玉扱いなのか、他の作品は1週間限定なのに対して、このアリバイ .com2 だけはですね、2週間と拡大されているんですよ。まあ確かにこれはね、目玉と言っていいクオリティ、はい、もうくだらなくてバカバカしいコメディが好きな人にはもうぶっ刺さる作品だと思いますね。とはいえ未体験ゾーンですから、日本人のほとんどはこの映画の存在も知らずにスルーしてしまうと思うんですよね。でもコメディ映画好きならぜひですね、見逃さないでほしい、チェックしてほしい一本ですね。今週もいくつか、まあ、新作がスタートしていますけども、まあ、今月ですね、ゴールデンカムイを見て、さあ次は何を見ようかなと思っている人はですね、ちょっとこのアリバイ .com2 を候補に入れておくのもいいんじゃないでしょうか。サイレントラブとか哀れなる者たちより、こちらをね断然おすすめしたいんですけども、今週までです。もうね、先週からこのアリバイ .com2 始まっているので、2週間限定ヒューマントラストシネマで1日1回限定上映ですから、まあね、なかなか見る機会得られないとは思いますけどね。まあ都心にお住まいで、コメディ映画が好きな方はですね、ぜひ、このアリバイ .com2 チェックしてほしいなと思います。内容なんですけど、依頼人のアリバイを工作してトラブルを回避する会社がタイトルにもなっているアリバイ .com なんですね。アリバイ .com って会社ね、実際に調べてみたらね、存在しました。主人公グレッグは前作でくっついた恋人フローとの結婚に向けて、アリバイ .com 会社を畳んで今では平穏な生活を送っています。実は1作目でグレッグはフローのお父さんの不倫旅行のアリバイを手掛けていて、その不倫旅行先に、このお父さんのね、娘と奥さんがたまたまバカンスにやってきて、家族が鉢合わせしてしまった、さあどうするみたいな、それをグレッグの手腕でなんとか切り抜けるという、まあ、前作の因縁があって、お父さんとグレッグはちょっとね、やっぱりギクシャクしているわけですよね。それでもフローへのプロポーズも成功して結婚式の準備に入るわけですけども、両親の顔合わせという問題に直面するんですよ。両親の顔合わせというのも、グレッグのお父さんは詐欺師で、お母さんに至っては有名なセクシーポルノ女優ということで、グレッグはもう昔からこの両親に散々振り回されてきたんですね。顔合わせなんてさせたらもう絶対トラブルになるに決まってるし、まあ、そもそもやっぱりね、こんな両親を紹介したくないわけですよ。むしろもうこう一生会わないでいてほしいんだけども、まあ、フローのお父さんとお母さんは結婚っていうのは家族同士のお付き合いも始まるんだからっていうことで、顔合わせはしないとダメよとね、そこら辺はね譲らないわけですね。でフローも絶対に顔合わせはしてほしいっていうので、まあ、グレッグもねこれはやっぱり受け入れるしかないというわけなんですね。だからといって実の両親を会わせるわけにはいかない。
だからそこでグレッグは仲間たちを呼び戻してアリバイ .com を再結成します。とりあえず偽の両親を用意して、フローの両親と顔を合わせさせるんですね。まあ、こちらはまあまあうまくいくんですけども、今度はですね、グレッグの実の両親が自宅の前までやってきてしまったんですよ。だけどもフローに合わせるわけにはいかないので、この留守中の隣の家を自分の自宅だと偽って急遽用意した偽の婚約者を両親に紹介します。急遽用意したっていうこの偽の婚約者っていうのは、あのアリバイ .com のねスタッフたちが何とか調達してきてくれたわけですよ。だけど大変なのはこっからなんですよね。本物の自宅の庭ではフローと本物の結婚式が開かれるんですけど、隣の家の庭では偽の婚約者と偽の結婚式が同時に開催されるというね、ハメになっちゃったわけですよ。いきさつでそういうことになっちゃったわけですよ。つまり壁1枚を隔、庭の壁1枚を隔てて結婚式が並行して行われるわけ。本物の結婚式と偽物の結婚式が並行して行われるわけですね。グレッグは2つの式の新郎なので、アリバイ .com のスタッフの力を借りて2つの式場を行ったり来たりしながら、まあ、なんとかやり過ごそうとしますが、同時多発的なトラブル満載でバレそうになっちゃうわけですね。グレッグは両家の親とフローにバレずにミッションを達成することができるのかみたいなね、そんな内容となっておりました。まずはアマプラで配信されている1作目を見ることをお勧めします。多分ね、僕の動画見ている方でもこの映画見たことないっていう人も多いと思うんでね、未体験ゾーンの映画ですし、まあ、僕自身も、見ていなかった。2018年1作目は未体験ゾーンの映画たち2018年だから今から6年前なんですけど、まあ、あんまりね見てる人いないんじゃないかなと思うんですけど、見ました皆さん、アリバイ .com、あのね、ぜひ見てない方は1作目見てください。結構面白いと思います。まあ、仮にこの1作目が面白いなと思ったらもうね2作目も絶対ハマると思いますね。1作目もね本当相当に面白くて、1作目に評価額をつけるとすれば、1500円終作ですね。個人的には1作目より2作目の方が面白かった。2作目はね1600円優秀作ですから、2作目の方が個人的には良かった。笑いのネタをもう前編にわたって笑いのネタの応酬で、それらの多くがまたね伏線になっていて終盤で次々と回収されていくんですよ。いろんな小道具とかキャラクターが登場してきて、まあ、そいつらが本当にバカバカしいんだけど、でもねバカにすることなかれ、そのバカバカしい小道具やキャラクターにはちゃんと意味があるんですよ。まあ、とにかくシナリオが本当にうまいんですね。ジャンルは完全にドタバタコメディです。この手のドタバタコメディって作り手のノリと思いつきと勢いだけで展開されていく作品多いですよね。まあ、本作も確かにそんな感じではあるんだけども、まあ、ハイテンポなのに実は巧妙に計算されているんですよ。エピソードの、まあ、小さなエピソードがいくつもね展開していくんですけど、それらエピソードの、構成レイアウトとか、あと小道具、キャラクターの使い回し、さらには伏線の回収まで全てにおいてバカっぽく見えてしまうんだけど、いやいやいやバカとは思えない練り込みなんですよね。まあ天才がバカのふりをしていると言いますか、作り込みの緻密さはもうバカじゃないです。めちゃくちゃ頭がいいと思いますね。ヨーロッパだとイギリスのコメディって個人的にはね合わないっていつも言ってるし思うんですけど、まあ、本作はフランスなんですが、フランスのコメディっていうのは何かと傑作が多いですよね。むしろ日本のコメディ映画もねちょっと弱い気がするんですよ。日本のお笑い芸はまあファンも多いでクオリティも高いと思うんですけど、なのにコメディ映画はね、お笑い芸は、まあ、なかなか見られるんですけど、日本のお笑い芸は見られるんだけど、お笑い映画というかコメディ映画はなんか今一つなんですよね。優れたお笑い芸人は
やっぱりこう吉本とかのお笑いの世界に行ってしまうので、コメディ映画にはこう人材があんまりねいないのかもしれませんね。やっぱ優れた、お笑い芸人っていうか、お笑いの才能を持ってる人っていうのは、まあ、映画の世界に、ドラマの世界にはいないのかもしれません。もっとも日本のお笑い芸ってコメディ映画とはちょっと違うから、まあ、どちらにしても日本のコメディ映画はフランスにはね遠く及ばない、かなわない気がしています。フランスはエスプリの効いたコメディが強いんですけども、こんなおバカなドタバタコメディも、いや優れてるんですよね。ドタバタしているんだけども緻密な作りになっているのはすごいなとね感心してしまいました。ただこの映画ですね、鑑賞には若干注意が必要で、かなりお下品でブラック寄りなコメディになってるわけですよ。まあ、例えばね、犬ワンちゃんを普通に蹴飛ばしちゃうし、そのワンちゃんに火つけちゃったりするんですよね。もうなんかこう動物愛護団体が見たら発狂しそうなシーンなんだけども、ここまであっけらかんとした容赦なさには思わずね笑ってしまいました。だって動物ってあんまり傷つけたりとか乱暴する映画ってないじゃないですか。サッカーボールのように蹴飛ばしたりとかさ、邪魔だからってポンって蹴飛ばしてね、犬がね吹っ飛んでくんですよねそこをねあっけらかんと容赦なくやっちゃうんで、なんかね、あ、まあそのある種の潔さみたいので笑ってしまうんですよね。ただこういったね動物を傷つける演出や笑いはもう例外なく絶対に許せないという人は本作は鑑賞しないでください。鑑賞するとすっごく不快な気分になって全然笑えない映画になると思います。で、他にも主人公の実の母親が有名ポルノ女優という設定も、まあこれもね受け付けないという人も結構いるかもしれませんね。で、このね、フロ、この有名ポルノ女優に、実は、ヒロインのフローのお父さんが隠れファンだったっていうのも笑えるんだけど、まあでもこういった笑いって結構人選びそうですよね。職業に寄せんなしとは言うけども、もしかしたらね、両親の職業に何らかのコンプレックスを持ってる人には、本作のこういったね、設定にはちょっと笑えないのかなと思います。先日レビューした哀れなる者たちもお下劣お下品なジョークが満載でしたけども、あちらがね個人的に受け付けなかったのに対して、このアリバイ .com はですね、何なんでしょう、負けず劣らずお下劣なのにこちらは楽しめてしまうのはどういうことなんでしょうかね。同じ下ネタなのに笑えるものとそうでないものってありますけども、その違いって一体ね何なんでしょうね。どこに線引きというか笑える笑えないの線引きがあるんでしょう、線があるんでしょうかね、ラインが。まあ結局は下ネタにしてもブラックジョークにしてもさじ加減だと思うんですけども、個人的には本作のさじ加減は、まあ、僕にとってはねいい塩梅だったのかなとも思います。やっぱりね下ネタとかブラックジョークっていうのはさじ加減なんだけど、そのさじ加減のラインもですね人によって違うと思うんですよね。もう下ネタは例外なく楽しめない、許せない、ブラックジョークも絶対に許せないっていう人にとってはもうこの映画は楽しみようがないんじゃないかなと思います。だからある程度ねブラックジョークとか下ネタに、理解のある、いい意味でも悪い意味でも、心の広い人じゃないとダメなのかなと思いました。で、本作のすごいなと思うのは笑いのネタが満載で超テンポで展開していって、主人公たちに次から次へとピンチが降りかかってくるこのスピード感なんですよね。もうネタが、笑いのネタが次々と惜しみなく節操なく投入されていくので、一つのネタに笑う暇がないほどだったんですよね。あ、今のネタだったんだ、今の笑うとこだったんだみたいな感じで次に次々とその笑いがね展開消化されていくんですよ。もちろんその中にはね笑えないネタもいくつかありますよ。もう全部が全部笑えるネタではないんだけど、すぐに新しいネタが繰り出されるので一つ二つ、ネタが滑ったところでまるで気になりません。それでいて終盤ほろりとさせるあたりもね心にくいなと思いましたよ。そして一作目もそうだったんですけど、この映画ねラストでうまい落ち着けんだよね。これがほんと心にくい、いやうまい、
なるほど、そうきたかっていう納得のオチをつけてくるんですね。いやー、フィリップ・ラショーさんって天才ですね。今回ね、このフィリップ・ラショーの作品って、このアリバイ・ドット・コムシリーズ、この2作品が僕にとっては初見っていうか初めての体験だったんですけども、いやー、フィリップ・ラショーやっぱね、天才ですよ。だからまだフランス版のシティハンターも、バッドマン、史上最低のヒーローも見てないんですけど、いや、こちらも見ようかな、見たいなと思うほどでしたね。そして、アリバイ・ドット・コム、まあ、本国フランスではね、大ヒットしたってことなんで、これは3作目もね、作られると思いますよ。うん、ぜひね、やってほしいですね。3作目も楽しみ。またあれかな、未体験ゾーンの映画たちの、ラインナップになっちゃうんですかね。なんかもったいないな、こんな面白い作品が未体験ゾーン扱いっていうのはね、まあ、未体験ゾーンはね、もうほとんどの人たちがスルーしてしまいますからね。アリバイ・ドット・コムの存在も知らずに、終わっちゃう人もいるんじゃないかな。うん、知らずにね、人生を終えてしまうね。アリバイ・ドット・コムを知らない人生なんて、見ない人生なんて、クリープ入れないコーヒーみたいなもんですよ。で、本作なんですけどね、まあ、ストーリーも演出も役者さんたちも本当に魅力的で、2作目からの鑑賞でも問題はないとは思うんですけど、まあ、現在アマプラで配信中ですし、ぜひですね、1作目を見ておいた方がいいと思います。もう絶対ね、見ておいた方が何倍も楽しめると思いますね。とはいえ、もう先ほどから言ってるように、見る人を選ぶブラックコメディでもあるので、ブラックジョークに理解のある人におすすめしたいと思います。はい、そんなわけでね、今回もおすすめマークを貼り付けておきましょう。この未体験ゾーンの映画たち2024は現在2週目なんですよね。で、1週目は3作品、まあ、アリバイ・ドット・コムを入れて3作品で、まあ、1週間限定、アリバイ・ドット・コムは2週間限定なんでまだやってますけども、1週目が終わって今2週目に入ってるんですよ。で、2週目からはね、犬人間っていう作品がちょっと気になってるんですけどね。犬人間どうなんだろう。でもフィルマークス評価低いんですよね。ちなみにアリバイ・ドット・コムパート2ですけど、フィルマークス評価星 4.1 ですからね。だから見た人たちの評価満足度はめちゃくちゃ高いってことになりますよね。え、ぜひですね、フィルマークス評価もチェックしてみて。でね、まあ、とりあえず気になるっていうか、いや、でもどうしようかなと思ってる方は、まあ、とりあえず1作目を見ておいたらいいかなと思います。そんなにね、上映時間もコンパクトなので、サクッと見て、サクッと楽しめることができるので、アマプラでぜひ鑑賞してみてください。以上、ミステリー作家の七尾よしでした。バイバイ。